フランツ・ハルダー、フランツ・ハルダー、フランツ・ホルダー、1884年6月30日から1972年4月2日はドイツの軍人。最終階級は陸軍上級大将。第二次世界大戦初期に参謀総長を務めるがアドルフ・ヒトラーと対立して更迭された。バイエルン王国ビュルツブルグに三百年以上も同国の軍人を 歴代排出する家系に生まれる。1912年に没した父マクシミリアンの最終階級はバイエルン王国陸軍少将。ハルダーはアビトゥア合格後の1902年に主官候補生としてアンベルクの第三王立バイエルン砲兵連隊プリンツレオポルトに配属される。当時の連隊長は父マクシミリアンだった。1904年。 格別の優秀な成績で上位に任官。公兵学校、工兵学校、陸軍大学などで学習を続ける。1914年に陸軍大学を主席で卒業。1907年、軍人の娘ゲルトルートと結婚。夫妻は参上を設けた。第一次世界大戦には東部戦線、西部戦線で参謀として従軍。早くも1914年。 危険な偵察任務に従事して、先行を挙げ、一級鉄十字章。1915年、第六バイエルン不評師団平坦部長。同年退位に昇進。1917年から第二軍、ついで第四軍参謀。終戦後の1919 19年、国防省で戦術教官となる。1922年に、昇差。1931年に大佐に昇進。 1933年にナチスが政権を獲得するが、ハルダーはこの新政権と距離を置いた。1934年3月14日、少将に昇進。翌年10月15日、ミュンヘンの第七不評師団長に補えされる。この間もナチスの妖怪に抗っていた。1936年8月1日、中将に昇進。参謀本部作戦局長。 ついで教育局長となる。その職唱で担当した軍事演習で相当アドルフ・ヒトラーと個人的面識を得る。ヒトラーの地遇を得て彼はさらに出世し、1938年2月に砲兵大将に昇進。同年9月、ルートビヒベック参謀総長がヒトラーによる国防軍式への介入に抗議して辞任する。その後任にはハルダーが任命された。 ベックを中心とする国防軍召喚グループは当時進んでいた図で転機機に際しイギリスの介入がある場合はヒトラー追放を計画しておりハルダーもそのグループに近かったしかしミュンヘン会談でイギリスが譲歩して事態が収集されるとクーデター計画はしぼんでしまいハルダーはこのグループから離脱したこの変身についてハルダーは プロイセン軍人の伝統的規律と国家元首への忠誠に従ったためとしている。参謀総長として、ハルダーは第二次世界大戦初期のドイツの進攻作戦策定に関わった。すなわちポーランド進攻、西方進攻、そしてバルバロッサ作戦である。1940年、フランスに勝利した直後に上級大将に昇進。 しかし徐々にヒトラーとの作戦上の意見の相違が大きくなった。11月中にドイツ第6軍はスターリングラードのほとんどを占領、ソビエト赤軍をボルガ川川岸に押し込んだが、第6軍の側面にはソビエト赤軍の反撃の兆候があり、その情報はソビエト赤軍捕虜からもたらされていた。それにもかかわらず、ヒトラーはスターリングラードを占領することにこだわっていた。 そのため、ドイツ国防軍参謀総長だったフランツは、第6軍と第4装甲軍の拡大しすぎていた、側面に迫っていた木について警告していたが、9月、ヒトラーとの意見対立により1942年9月24日に参謀総長を更迭され、予備役に編入された。クラウス・フォン・シュタウフェンベルクラによる、 ヒトラー暗殺未遂事件が発生した1944年7月以降、国防軍の将官が新衛隊により大量に逮捕され拷問を受けた。そうした取り調べの中で1938年のクーデター計画が浮上し、ハルダーは妻や長女と共に逮捕され、フロッセンビュルクにある強制収容所に送られた。百四十五年一月に公式に軍籍を剥奪され、 その後、ダッハウ強制収容所に移された。やがて4月に、シュタウフェンベルクの家族や他の特殊な囚人ら140名と共に、南チロル地方に移された。当初は、ライヒエナウ収容所に収監されるはずだったが、収容所側がその人数を受け入れることができなかったため、ニーダードルフ、ゲンビッテアバスサのホテルに収監されることになり、28日に到着する。 移送を担当していた、新衛隊の指揮官は、もし囚人たちが、連合国側の手に渡る危険性がある場合は、処刑せよと密命を受けていたのだがそれに気づいた、囚人側が、ボーチェン、ゲンボルアーノの国防軍司令部に連絡し、身柄の保護を要請していたために、ダードルフ近辺に、駐屯していた、ビヒャルトフォンア・アルフェンス・レーベン隊員、に、囚人保護の命令が下され、大尉は部隊を率いて、 ニーダードルフに急行した。4月30日、アルフェンス・レーベン隊員の部隊に村を、ほぼ包囲され、アメリカ軍までチロルに迫っていることを知っていた。新鋭隊員たちは任務を放棄して、某、ハルダーたちは、国防軍に保護されることになった。その後、ハルダーらは5月4日に、チロルに到達した第7軍の先遣部隊に、引き渡され、アメリカ軍の捕虜になった。 しかし、ヒトラーとの対立や1938年のクーデター計画に加わっていたこと、それにしばらく強制収容所に収監されていたという経歴がハルダーに幸いする。その結果、上記のようにポーランド侵攻、西方侵攻、それにバルバロッサ作戦などの作戦策定に参謀総長として関わっていたのにも関わらず彼は連合軍により、 ハンヒトラー派将校の一人として派の扱いを受けることとなる。ハルダーはイタリアにあるアメリカ軍捕虜収容所で夏まで過ごした後、特に戦争犯罪で訴追されることはなくあっさり、釈放され、1946年から1961年までアメリカ陸軍戦士研究部ドイツ支所の所長として働いた。現在一般的な第二次世界大戦の戦士記述は、 ハルダーによる影響が大きい。退職時の1961年にアメリカ陸軍から一般市民に対する最高の勲章である市民功労勲章を授与されている。1972年4月2日、バイエルン州アッシャウ、イム・キームガウで死去した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。